ハロー、こんにちは、ミキです。今日もドイツのケルンより音声配信していきます。今日はね、何を話そうかというと、いや、実はね、私ほら、今までの音声配信でもいろいろ話してきてるけど、老人ホームのお手伝いのお仕事をしてるでしょ。で、介護の仕事ではなくて、食事とかお薬をあげるとか、そういうちがメインなのね。おトイレのお手伝いをしたりとか。でも本格的な介護になると、それはもうプロの介護士の人がやるから、そこまでではないわけよ。そこに行くまでの簡単なところと、言ってみればそのグループのね、お母さん的役割をやるのね。みんなのお食事の用意をしたりとか、自分で食べれない人には食べさせてあげたりとか、そういう感じなんだけど、そのね、何ってね、いや、自分でもさ、うすうす気づいてはいたんだけど、私食べさせるの上手だなと思ってて。自分で言うのおかしいけどさ、食べさせるの上手だなと思ってたのね。なんでかっていうと、結構さ、なんか他の人がさ、食べれない人にね、あの人にこう、お手伝いしなきゃいけないからね、ただあの人は難しいから、日によってこうだったり、食べない日は全く食べないし、食べたくないって言って、こう、なんていうの、ぶっつっていうのかな、はたくみたいな感じ。そうそう、そういう時もあるから気をつけてって言われた人にもそんなことされたことがないわけよ。で、結構本当にちゃんと食べてくれんのね。でね、自分でそれは気がついてたから、私食べさせるのうまいなと思ってて。なんかさ、そういう言い方がおかしいよね。そうでね、それでそう、自分で思ってるぐらいだったんだけど、あとは入居者ね、他の入居者の人たちはさ、私がその食べさせてる時とかに、食堂でね、食べさせてる時は結構みんな見てるわけよ。で、すごいね、根気強いねとかはよく言われてたの。で、一番年上のね、おばあちゃんが101歳なんだけど、そのおばあちゃんとかはいつも私がその人にね、食べれない人に食べさせてあげてるのをずーっとこうやって見ながら、ミキすごいね、本当に根気強いね、いやー私にはできない仕事だわとか言うぐらいな感じなのよ。それで面白いらしくて、毎回私があげてる時超見てんだよね。で、その認知症のおじいちゃんが近くに座ってんだけど、そのおじいちゃんとかはもうなんか、そのおじいちゃんは自分で食べれるから私食べさせなくていいじゃん。だけど私が一生懸命食べさせてるのを見てね、何その食べさせてあげるのは別料金払ってるんだよねみたいなこと言って、なんでお金払って食べさせてほしいのかなとか思った。でね、今日は何かっていうと、その職場でね、介護士の人が何人か今日グループで回ってて、でそのうちの一人の人がね、私のとこ来て、でおばあちゃんさ、ミキのこと超大好きだと思うよって言ってね。で、なんでって言ったらね、いや、今日すごい飲んでるじゃん、ジュースとかね、お茶とかね、いつもほんと飲まないんだよって言ってね。だから、ミキがいるときはいいけど、もしもミキが1週間お休みとかになると、本当にまた1週間ぐらい問題になっちゃうもん、食べないし、飲まないからって。なんかさ、それをさ、プロに言われるとさ、あ、見ててくれたんだとかさ、あ、これ私がさ、食べさせるの上手だなっていう、なんか自己満足の思い込みじゃなくて、あ、本当にそうだったんだと思って。それはね、今日ちょっと嬉しかったんだ。なんで食べさせるの上手なんだろうね。でもね、ちょっとわかるのが、私ね、自分が食べるの好きだから、食べさせるときに、なんていうの？適当にさ、早く食べろよみたいなやり方は絶対しないわけよ。例えば、何かこう、メニューがあるじゃない？その中のこれとこれを組み合わせてこのぐらいのソースの量でみたいなのを計算しながら一口一口やってんのね。変態と言われれば変態だけどさ、自分が食べる時も結構そうだから、その感じでやってるのが多分伝わってんじゃないかなと思う。美味しいんじゃん、多分私がやると。なんか自分で言うのもなんだけどね、そんな感じで思ってます。あとは、これはマジでほんとそう思ってるんだけど、私がね、その、入居者の、だからおばあちゃんとかおじいちゃんのこと、本当に大好きなのよ。本当に大好きなんだよね。だから、大体さ、自分がさ、誰かのこと大好きだと、大体相手も自分のこと好きじゃん。っていう法則かなと思ってるけどね。うん。そんな感じで、今日はだからね、ちょっと仕事で、公に認められた感じで今日は嬉しかったよというお話でした。いい話だね。私にだけだけどさ、うん、という感じです。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。また次回の配信でお会いしましょう。ではでは、またねー。